今日の特集は絶滅危惧種シマフクロウの話です。致命傷になりかねない大怪我をしリハビリを続けるシマフクロウが釧路湿原にある野生生物保護センターでカップリングに成功して奇跡的に卵を産みました。その様子を心配そうに観察する一人の獣医師、野生生物の命をつなぐ活動を追いました。そろそろねいい頃だと思うんだけどな。獣医師が見つめる先にはシマフクロウのつがい、そして3月上旬に生まれた一つの卵がありました。生まれるんだよな。生まれてくれよ、頼むよ。釧路湿原野生生物保護センターで働く獣医師斉藤圭介さん。野生動物の治療にあたりリハビリをして自然界へと返します。よいしょ、食べるかな。はい、無事飛んできましたね。元気よく飛んできましたし、それから夕暮れに話したんでカラスも追っていかなかったんで、まあ一安心ですよね。つがいのシマフクロウも傷ついた状態でセンターに運ばれてきました。翼を広げるとおよそ1メートル80センチ。かつてアイヌの人たちが神の鳥と呼んだシマフクロウは道東などに生息し、環境省の絶滅危惧種に指定されています。魚が取れる河川と森が減ったことが激減した原因とされていますが、保護されるシマフクロウの大半は車との事故によるものです。これはもう重症ですよね。逆に言うといつ死んでもおかしくないぐらいの状態って言ってもいいんですよ。4年前に収容されたオスは頭を強打した可能性が疑われました。体温調節がうまくできず、これまでに何度も容態が急変しています。一方、右の翼を複雑骨折していたメスは一昨年収容、保護されていなければ命を落としていたかもしれません。今生息数が120羽とか130羽とか言われてますから、そのうちの 2,3 っていうのはやっぱりすごく多い数だと思うんですよね。ただ忘れてはいけないのは、ここに運ばれてくる傷病鳥の数だけ、まあ、事故に遭っているっていうふうにはやっぱり考えちゃいけないということですよね。氷山の一角だなと思いますよね。共に致命的な傷を負い後遺症の恐れがある中で成功したカップリング。センターでの繁殖は初めてで、ストレスを与えないようモニターで観察を続けます。通常35日から38日の間に飼える卵、実はこの時卵は孵化の予定日を過ぎていました。帰らないんだよね、早いとこ帰らないってことに、もし分かるもんであれば分かってもらって、もう放卵中止してもらってもいいんだけどな。一日中ずっと同じ姿勢でいて、でこう転卵するんで ほとんど普通には寝てないでしょ。メスが巣を離れるのは1日わずか10分ほど。その間オスが餌を運びますが、満足な量を食べられているかは分かりません。やっぱりこのペアが生きてこそっていうところがまずあるから、だからとにかく無理はしてほしくないなっていうのは、まあ、直したものとしてはそういう心情ですよね。つがいと卵を見守る斉藤さんのもとに新たな休館が運び込まれました。オジロワシです。メスのシマフクロウと同じく右の翼を複雑骨折、3時間にわたる手術の末翼を失わずに済みましたが、もう二度と羽ばたくことはできません。これも事故が原因とみられています。
次から次へと運ばれてくるこの傷ついたものをどんどん直していればいいかというと、実はそうではないんですね。斉藤さんは事故を未然に防ごうと精力的に活動しています。事故は路上にいるカエルなどの餌を狙う時などに起きます。この日の公園では斉藤さんの提言で車が近づくと音の出る道路が作られた経緯が説明されました。これはダメよじゃなくて、これはダメだけどもこうしたら防げますよっていうのをきちっと指し示す、それがたくさん提示できればできるほど世の中加速度的に動かせるんですよね。さらにドイツでの講演を控えていた斉藤さんは治療の合間に論文まで執筆していました。しかし1週間後に帰国した時もメスは卵を抱き続けていました。諦めるのが時間の問題だなっていう、時間の問題っていうのは、まあ、ここ数日内に諦めるんじゃないかな。不可無理でしょ、うん、それも時間的に言っても、まあ、まずないでしょうかね。産卵のための巣ごもりが確認されてから59日目、卵は巣の中で割れていました。温めても孵化することのない無精卵でした。残念ではありますけれども、それでガクッてしてる余裕は私たちはなくって、それよりもむしろ考えなきゃいけないのは、同じような事故をどうやったら防げるか、まあ、彼らが身をもって教えてくれたその手がかりを紐解いて、野生の鳥たちを健全な状態で守っていく、これが一番重要だと思うんですよね。